クロスビーエース。さあということで、今回はですね、久しぶりにリアタイやります。それと最後にこの前あった選手を決めてポイントをやるっていうのの、里崎の結果発表っていうところになります。で、今やってるですね、ワールドシリーズガチャ、マー君と菊池、あれはもう美課金としてはスルーします。団長の思い出というところで、今日はリアタイを、今ですね、クロート1位です。おマー君です。ワールドシリーズでもレベル54、いいね。マー君取れなかったけど、マー君と、でも相手の人の打率3割2分1厘だよ。大丈夫かな俺。うちのね、ピッチャー菅野です。さあ行きましょう。マー君を打ち崩すと24勝1セーブだからね。さあ1番丸よ、行こうよ。そう、流れ掴んでいこうよ。今日実況里崎だよ。あんまスライダー曲がれへんな。初対戦やからどんな曲がり方するかわからんな。シンキングファーストっていうのはツーシームみたいな感じか。ああ詰まった、ピッチャーぐらい。ギータ頼むよ。ギータシフトしてきてる。ホームラン、スプリット初見で打ったわ。奇跡や。あ、ボール球振ったわ。スプリット調子こいたわ。さあ4番いこうよ、鈴木誠也。ツーシームないね、マー君は。スライダー、スライダー、これスライダーか、カーブみたいな。ああ、キャッチャーぐらい。まあまあいいでしょう。先制ホームランだからね、ギータが。このね、スライダーの出し入れが多分基本線だからね、菅野。ファール、ファールでカウント稼いで。ああ振らへんな。でこの低めにワンシーン、スライダーと見せかけて、おセントアン。打率3割だからね、打つね。山田、縦面、今度はインローへ。じゃあそこからカットや。おい、ゴッピッチ、ゴッピッチ。ボール球振らしてダブルプレー。振らへんな。じゃあワンシームインロー。あ、ミスった、ミスった、ミスった。おー、ボール。喋りながらやるとミスるな。はぁ、あ、打たれた。やばい、先制したのに。連打、ノーアウト1、2塁。大山、絶好調今。ホームラン王争い。詰まらせたいな、このインコースの。ワンシームでダブルプレー行きたいな。全然振らへんな。ピクトもせえへんな。3連投しつこくいこう。 OK、 グッピッチ、ゴッピッチ。でツーシームと見せかけてストレート。ほいーよ、詰まらした。 OK、 OK。 バレンティン、バレンティン絶不調だからね、今現実ではね。1軍にもいないから打たれるわけにいかないよ。でもヤクルト日本来てんな、これ。低め見せて高め、高手、はい、いいね。このとあれかな、変化球の方がタイミング合うのかな。まだ1球も投げてない、フォークから。カットボール。お、いいよ、いいよ、ほら。まっすぐタイミング合わせてきてるのかな。振らへんな。低めと高め。はい、おおかわり君、グップレー、グップレー。おかわり君踏ん張った。ノーアウト1、2塁から。では追加点行こう、その先行こう。ああスライダー、ああかん。ああ今ボールなのか。ああ、いい当たりだったのに詰まったか。デスパイ、いいねー。お、デスパイのシフトしてきた。あ、全然福良さんまで回せなかった。俺福良さんいるのに。ピッチャー変えます、石川に。
ちょっと菅野打たれるような気がする。そうそう、シンカーからの高速シンカー、このシンカーの出し入れで抑えよう。それでいけ。はあ、打たれた。全然シンカー意識してくれてへん。やばい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 。打つね、やっぱりこの人。続けてまっすぐは消えへん。ほらね、続けると打った球は予期してない。これね、現実でもある。お、いいねいいねいいね。お、いいね。ちょ、ストレート意識してんね。よし、ボールから入ってくる進化。ほい、よし、6-4-3ダブルプレー、オッケー、いいよ。ああ、いいね、シンカーいいね。あぶね、あぶね、甘く入った今。そう、ボールに高速シンカー。そう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 。からのスローカーブをいこう。初見の。スー。はい、キャッチフライ勝った。勝ったよ。どうですか、佐々木。1安打で勝ったわ。配球良かったんちゃう？これね、現実でも一緒。打った球をね、次連続で投げてこないと思うから、見逃すんだよね。だからさっきもね、グラシアルストレート打ったから、もうストレート来へんやろうと思って続けると、来ないと思って見逃すんだよ。だから打たれた球続けるのね、結構いいかも。これね、現実でもよくあるパターン。打たれた球から入るっていうね。あともうちょっとで、このクロートの上が達人なんだよね。あとだからもうちょっとで達人になれるんだよね。だから頑張っていこう。どうですか、皆さん。ちょっと上手くなってますか？でもそんな上手くなってないから。でも何気にちょこちょこやってレベル上がってきてるからいいでしょ。これオーダーのやつはね、もう今消えちゃったから、その前に撮ってきたので、ね、動画だけで撮影して、それをね見せます。合計活躍ポイント11,019ポイントで、なんとランキング39,445位。やばいね、やらかしたね、完全に。あれ500位とか言ってたっけ。やらかしたね。いや、難しかったよこれ。難しいですね、めっちゃ。だって俺一番最初はさ、こういうあのやつで行ったわけで、まずピッチャー変えれないって知らなかったじゃん、はい、最初。だから初日ね、ピッチャーポイントいっぱいついたんだよね。でこういう感じでやって、だから1日目はさ2000ポイントとか結構高配当ついたんだけど、そっからもう地獄よ。全然ピッチャーも得点だもん。そっからずっと軒並みもう使い果たしちゃったから。でもなんか使う選手マイナスポイントとかあるしね。あとやっぱ俺も偏りすぎてたと思う。だって440だって、もう第一模擬マイナスだもん。マーティンとか、マーティン入れた瞬間打たへんとか、どういうことみたいな。難しかった。しかもあの中継ぎさ、2周目巨人勝ってるから、巨人の中継ぎ結構いるとこを毎回使ってるから、って言ったら奇跡の連敗、巨人が出てけへん、出てこない、どういうことっていう。全然出てこないじゃん、中継ぎピッチャーって。でこんなもんで、あとはね、あの変更しようと思ったら朝仕事で忙しくて変更できなかったとか、だからあ、もうそのままなんで、もう途中からあるから、もうそのまま、もういっかみたいな感じになっちゃって、あのこんな感じになりました。まだまだ無能です、精進します。はい、残念、里崎自分に残念、里崎バッと。最後にね、契約書あげとこうかな。この 30% 契約書、あれはねギリギリまで残しとく。やっぱあの今シーズンの S が出るまで。だからこのね、ゴールド契約書、ゴールド契約書あげます。1,2,3,4,5,6,7,8,9。あ、所持オーバーだって。最高、レッツゴー。10倍さあ、通路を出たら紙吹雪、ナッシング。あ、これ多分全部 B だな、俺の予想。カッティ、割れてくれ。ああ、割れない。 A はあんのか。 B 現地 B 乗り物。お、 A のマルテ兄弟、
マール、牧原、ロペス、清美、まあこんなもんか。じゃあ